いやー、いっぱいフレンドエラー送ってくれるな、みんな。嬉しいなー。え、くるみポンチよ。はぁ、今度歌ってみた出したろ。はい、どうも皆様、こんにちは、こんばんは。んー、どっちでもいっか。実況者 PG です。脱獄ごっこ、今回は人狼側でボコボコにしていこうと思います。僕がボコボコにされそうだけどな。あ、そう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 、僕いっぱい練習して木登りできるようになりました。はい、最近の僕の人狼の戦い方の方程式ができつつあるんですけども、まず一番初めに鍵を見つけてしまおうということでして、その鍵を見つけて中の武器、あれをちょっといただいちゃおうということで、そしたら結構勝率も上がるかなと思って、結構あの鍵を集めることを最近意識してます、人狼としては。とりあえず高所から偵察してみようと思いますけども、あ、ユウニャン、あそこ部屋一人入っとんな、もう逃げられへんからこれ爆弾で追い詰めてやろうと思います。でも3つ目も投げちゃって、でも最後人狼棒で畳みかけたら多分ユウニャン倒せるでしょう。誰も見てへんな。君は僕の本当の姿を見てしまったようだね。このののわけの分かれへん変な名前やな。まああいつの名前匂いのんのでええやん。まあ、最近知ったのが、結構クラッカーって射程距離長いから、クラッカー撃つわ、せっかくやから。いい感じちゃん、ほら匂いのんの倒したぞ。さあ、あと一人はあの倒してってやつやねんけど、倒してって名前の割には全然倒させてくれへんやん。めっちゃケチやん。いや、なかなか醜い争いが続いてるわこれ。あー、ちょっと充電充電、もう今充電のこんないらんねん、もうふざけんなよ。多分これ僕が入ったら降りてくると思うから、誘導して、そうそうそう、分かってんねんやから当てような、自分な、ほんまそういうとこが下手くさねんな。いやいや、これとりあえずちょっと逃げて逃げて、お、あいつ自滅した、お、そして当てた、全部倒した、全部やった。いやー、今回も完封したということなので、皆様ぜひ匂いのんのお買い求めください。 URL 貼っときます。